はい、回転です。こんにちは。前回、第1回目配信なんですけど、モイラのミッション、ウエストランドサバイバルガイドで、捕者の浴びて、1個目のクエストをクリアしたところです。で、次、地雷原とあと食料を手に入れるというところですけど、まあ、2つでは、まあ、どっちにしようかなっていうところで、まああんまり戦闘がなくて、ちょっとまあ、地雷がいっぱい手に入って、うまーなその地雷原に最初行きたいかなと思います。まあちょっと地雷原行くまでちょっと遠いんですけど、爆発する前に解除すればかなりのキャップになるわ。そうですね。そこら中地雷だらけのゴーストタウンの話はいろいろと聞いてるの。商人たちは単に地雷を見るわ。ちょっと地雷苦手なんですけどね。現地調査が必要みたいね。そこに行っていろいろ聞かせてちょうだい。それと研究用に地雷を一つ取ってきてくれる？地雷原に向かう幸運を祈っててほしいと。はい。心配いらないわ。ゴーストタウンなんて誰も行かないところよ。そもそもゴーストなんていないんだから、地雷にだけ注意すればいいのよ。町の中心に遊び場があるだし、はい、適当なこと言ってますね。そこまで行ったら戻ってきて、きっと土産話になるはずよ。遊び場まで行くと。はい、地雷原のマップマーカーが追加されましたと。はい、じゃあちょっと地雷原行きましょう。まだ全然回ってないので、ちょっと地雷原までかなり遠いんですけど、はい、まあ途中で結構、まあ、戦闘に巻き込まれちゃうかなとは思うんですけど、はい、行きたいと思います。まあこんな状況ですね。まともなね、装備はあまりないですけれども、このモイラにもらったジャンプスーツとセキュリティヘルメットね、まあちょっとしばらくはバット大活躍かなって感じですね。はい、地雷原はこんなに遠いんですけど、間にどこもまだ通ったことがないんで、ちょっとまあこの唯一あるボルト101から行こうかな。はい、とりあえず101のとこまで飛んできたと。こうなんか大きい道があるので、この道なりに川を渡って北上するという感じですね。よし、じゃああんなに遠くまで行かなきゃいけないんで、ちょっとまあ途中結構敵と遭遇すると思います。方角で言うとこっちなのかな。こっちですね、方角から言うと。うん、でもこっち行くとすごい崖なような気がする。行けますね。よこれがハイウェイなんですかね。これ高速道路っぽいですよね。でもここら辺がね、作られたのはね、今がこれ、この舞台が2277年ですから、200年以上前のものってことになりますよね。200年以上前の、おっと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 、オールラット。うわー、さすがに弱いですね。かなり食らったな。
無視していっちゃおうかな。ねえ、ちょっと結構モールラットで随分減るなっていう、なんか巻いたみたいですね。巻いたな。はい、ちょっとこの川を渡っていきましょう。よっ、よしね。さてと、近くに敵はいるかなと。このバッツの機能を使って、おモーラットあそこにいますね。ちょっと10ミリピストルをね、セットしとこうかな。こんな感じで弾がまあまああるんで、バツ。いやー弱いなー。下手くそですね。弾使いすぎだな。やめよう。ちょっとバットにしますね。おっと、どっかからハエを撃ってるぞ。プロテクトロンかレーザー兵器。あららら、あ、こいつがって、おおほほほ、戦ってる。頑張れ、リンクレイブボット。あれ、ちょっと、食らってるな。結構食らってるな。大丈夫か。当たってないぞ、全然。お、当たった。こちらはアメリカ、頑張れ。まあ、ちょっと頑張って。エンクレーブボットってこれやられたら何が手に入るんですかね。まあやれてるところ見たことないな。おおほほほ、吹き飛んだ。何しやがんなこの野郎。おら、いや今爆発したな。え、うん、あれ、おおほほほほほほ、どこ。よーし、エンクレーブボットのちょっと残骸を見つけたいけど、なんかバラバラになっちゃったな。どこにもないか。残念。なかなかやられてるとこもあんまり見ないので。あら、うん、ハエの肉を拾うという、いらんやろうという感じですけど、はい。どんどん進みましょうね。ずいぶん近いな。まだ気づかない。ちょっと微妙ですね。当たるかな。あ、クリティカルヒットで一回当たったから半分ぐらいになったけど。逃がさんぞ。よし、おっと、グレネード。何、そんなものをお前持っていたとは知らなんだ。お、クリティカルヒット2発で出せた。あ、もう一匹やがった。うおほう、なんでドンキばっかりなのかなこいつら。近づいてきたら撃つ。反撃されるのもいいね。お願いで動かないで立ってろ。じゃかましい。
やばい、頭に重傷を負ったことによって頭がクラクラする。うわー、ちょっと危険な状況ですね。どっか、ファストトラベルできるところを見つけて、警告はベッドで眠る医者に見てもらうスティンパックを使用するという方法があります。 V がね、ちょっと V 治療だけでもしておきましょうか。こういう感じで、頭と足が怪我しちゃってるよーっていう、ここを直す、右足も直す。これでだいぶ、ただ全体のヒットポイントはまだ半分ぐらいですね。レイヤーから物資をぶんどってから、でここら辺に2個位置できるものはちょっと修理で、2個位置しときますと。やっぱまだバットが最強なのかな。レイダーの何か種類は種類で揃えておときたいですね。ちょっとこのままにしとくかな。はい、そこが地雷原ですね。はい、もともとなんか町だったみたいですよね。地雷原つって名前がついてますけど、今町だったんでしょうね。なんかもうすごい200年前の建物とは思えないような、なんか綺麗なね建物がありますけども、200年前ってすごいですよね。今の日本で言ったら、到着地雷原と、今の日本で言ったら、ね、江戸時代ですよね。ちょっとここでセーブしとこうかな。ちょっと地雷で死んじゃうかもわかんないのでセーブしときました。で早速1個、早速1個失敗しましたね。地雷苦手なんですよ私、これちょっと苦手なんですよね。食らわなかっただけマシかな。ちょっともう一個、ちょっと肩慣らしにもう一個見つけて、あった、そこにありました。早すぎんですね、ちょっと近づくのが。おっと、今どこから撃たれているね、どこから撃たれてますね、そこから撃たれてるんですよね。さあ車大爆発すぐ、おおほおおほお、すごいですよね。さすが核を、核燃料を使ってんですかね、この車ね。完全にキノコ雲でしたけどね。で、ちょっとここ、ここの家に入っちゃおうかなと。確かベッドがあると思うので、ちょっと寝て、体力を回復してから行きましょうか。はい。なぜこんなとこで死んでるんでしょうか、このレイダーは。ね。ヘアピン、はい、戦前の本ね、これがねベリーハードなんですね、開けられないとね。覚えてたらまた来たいですね。ちょっと覚えてるかなね、ベリーハード。お、今日のタンブラー、これは、スキル本ですね。間違えた、はい、ベッドがありますね。ここら辺の、私はガラクタを片っ端から取りたいタイプなので取っちゃいます。お、ここにもなんかシュガーボム、ダーツ。ダーツはね、その、後になってから、弾として、ダーツガンで使えますんで。さあ、睡眠、1時間、ベッドで寝ますと。で、これでもう体力が全回復しますので、ちょっとスティンパックもったいないんで、序盤は、できるだけ寝て、いきたいですね。おっと、ここは、夫婦で、お亡くなりになってるという。
ね、状況ですね。うん、痛ましいというか。はい。じゃあ、もうここ。もうガラクタ取んなよって思うかな。ね、すいません。どうしても取りたくなっちゃうんですよね、これ。まあ。で、この裏に金庫がありますね。お、こっちか。降りた。くそー。よし。お、結構中にいっぱいありましたね。10ミリピストル。10ミリ弾。ね。キャップ。お、44マグナム。ただ、弾薬がないかな。はい。さあ、ニコイチできるかな。できないですね。こっちかなりコンディションいい状態ですので。ね、これ、ダメージ値高いですけど、ちょっと、あんまりコンディション良くないんで。まあ、修理してから使おうかなと。はい。よし。ね。体力も回復したし。こっちは、なんか、ガラクタ類とか、あと、あ、早速重くて走れません。ちょっとどっかに入れとくというか。ね、さてと、荷物がいきなり重くなっちゃったので、さあ、ちょっと高いものはもったいないからガラクタ類だな。うん、ここら辺、うん、ここは違うな、こっちかね。まあ、本いらないですね、本は。本を入れといて。はい。さてと、まずですね、あっち側にのところに、撃ってくるやつがいるので、ちょっとどうにかして退治したいですね。除外したい。さあ、それにはちょっとこの奥を回って、奥に裏に回り込んでね、近づいていきましょう。でそれまでにこう出てくる地雷を除外しながら進んでいくという形ですね。おーふふー、怖いね。さて、どこにあるかな、地雷は。どこかな、どこかな。さあ、建物に右の裏からこう回り込んだとこですね。ここからバッツできるかどうか。無理ですね。うん、ここから撃たれると、このまた車型手になっちゃうので、車の爆風に巻き込まれて危ないですね。非常に危ない。さあ、実はそこにいる、お、さあ、近づくことができるかどうかね。この方向にいるっぽいですね。なぜかですね、ここにいるのは実はおじいちゃんで、スナイパーライフルを持ってですね、いるんですね。何の目的でね、ここに陣取ってね、地雷原を守ってるのかよく分かりませんけども、いるんですね、おじいちゃんが。何なんですかね、よくわからないですけど。佇むようにそこにいるんですよね。不気味ですね。うん、おほほほほ。左手が
やられた。かあ、はははは。バカ丸でしたですね。さあ、よ、そこにあるな。さてと、難しい。おじいちゃんはどこにいるのか。見つかってしまいそうな雰囲気ですね。大丈夫かな。さっきの地雷に引っかかってものすごい音鳴らしてるんですけどね、気づいていないと。さあ、どこにいるのか。おじいちゃんはこの方角。さあ、そろそろもう見えてくるだろうな。さあ、おお、来た。おお、見つかった。え、なんでこんなに低いんでしょうかね。なんでこんなに命中度が低いんだろう。なんでこんなに命中度が低いんだろう。なる。やられる、これでは。これではやられるな。グレネード。もうちょっとどうしようかな。大変だな。序盤難しいですねこれ。どうしますかね。ちょっと食べ物を食べて。命中率が上がりましたね。何だったんだろうな、さっきの。角度があんまりよろしくないのかな。お、よし、倒した。どうしたの、おじいちゃん。そんなに必死にねえ。あらら、アーカンソーさん、どうしたな。まあ、スナイパーライフルをいただきますと。まあ、序盤はちょっとあんまり弾がないのでね、ガンガン使っていくのは大変なんですけども。荷物がすぐいっぱいになりそう。ほら、いっぱいになっちゃった。さて、何かニコイチできるかな、バット。ね、寝ますと。お、か、まだ高所になってるな。どっか近くに敵がまたいるのか。この上に確かまだちょっとねアイテムがあったと思うので行きましょう。ほら、なんかハエっぽい音が。ハエかな。スナイパーライフルの弾、
ね、12月。308がスナイパーライフルの弾ですね。よし、多少いいものが得られましたね。でこれ不用意に飛び降りるとまたちょっと、ああ、地雷の餌食になっちゃうので気をつけないとと思った矢先に落ちちゃいましたね。危ない、あれが地雷の上に落ちちゃう時がありますから、危ない危ない。ちょっとあと何軒か入れる家があるの、あるみたいなんで、ちょっとね、見ていきましょう。あとまあ、このクエストの目的、オプションじゃないや、メインの目的である、この遊び場に、遊びがここですね。入っておきましょう。で、ちょっととりあえずクエストを進めると。ここですね。はい。完了、地雷原の遊び場。はい、終わりました。もう、クエストとしては、地雷も手に入ってますし、戻ってもいい状態ですね。はい。じゃあ、とりあえず結構いい時間になりましたんで、まあちょっと探索は別で行うとして、ちょっとモイラのところに戻りたいと思います。はい、さあモイラ、地雷原行ってきたよー。はい、お芋はいかがかしら。ほら、あれってジャガイモみたいに地面に散らばってるでしょ。爆発するからすごく熱いし。それよりどんな用？地雷源を通ってきた。プレゼントもある。はい、その地雷が私のものね。ずっと欲しかったのよ。地雷をゲットしてテンション上がるという意味だけどね。いろいろ聞かせて。あそこを取るのってどんな感じ？地雷を解除するのってどうだった？まあ、非常に危険ですね。うん。解除するのは簡単だ。地雷の上でジャンプすればいいんだから、試してみたらどうだ？私がそんなにバカだと思ってんの？衝動的なところはあるかもしれないけど、軽く切れてますね。バカじゃないわ。自分で見るからもういいわよ。自分で見るからもういいわよ。しばらく見たくなさそうだけど、コツをつかんだってのは確かみたいね。ちょっと嫌な顔してますね。小さなおもちゃをあげるわ。この地雷を小さなおもちゃが浮かぶわ。もちろんひどいことをするための装置だって分かってるけど、自分用に作るのも簡単そうね。自分用に作るってどういうことでしょうね。グレネードをもらいました。ボトルキャップ地雷の設計図もらいましたね。はい、じゃあちょっとあの地雷源のクエスト終わりましたんで、次回はですね、あの食料を獲得に出かけるというクエストで第一章終わりという形になります。じゃあこちらで本日の動画、終わりたいと思います。お疲れ様でした。さよなら。